皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は高校入試直前でも読み切れる本というタイトルでお話をします。なぜかというと、高校入試の面接で最近どんな本を読みましたかなんて聞かれることがあるからです。こう聞かれると、なんかすごい真面目な本じゃなきゃいけないんじゃないかと、ね、読書感想文の課題の本、ああいう本でなきゃいけないんじゃないかって感じる人もいるかもしれないんですけれど、そんなことないですよ。自分が気に入った本、好きな本だったら、面白いと感じた本だったら何でも構いません。でも入試直前、他の勉強もある時間がない、大丈夫です。今日紹介するのは1冊1時間くらいで読み切れる本です。これ PHP 社で出ている54字の100物語、これ54字で書かれた怪談が100話、掲載されています。100物語って知ってる人もいるかと思うんですけれど、夜みんなが集まってろうそくを100本立てて火をつけると、そして一人ずつ順番にこう怖い話をしていく、怪談を話していく。で、一つ話したら一つろうそくを消す、ね、二つ話もあったら二つ消す、そして順番にろうそくを消していって、100のろうそくが全て消えると、なんか怖いことが起こる、ね、そういうのが100物語ですよね。ですから、そういう話が100載っているのが54字の100物語です。もう一つは同じシリーズで54字の物語怪、こちらは54字で書かれた不思議な話が、こちらは90話載っています。一つの話が54の文字で完結するなんて普通考えられませんよね。ちょっとね、解説の部分もあるんですけど、54字って言ったら400字で原稿用紙で2行半ちょっとですよ。たったこんな2行半だけで一つの物語ができちゃってる、そのこと自体が驚きです。超短編ですからテンポよく読めるし、一つ一つの話も面白いんですよね。ですから感想を聞かれて、それを話す、述べるのも簡単なんです。全体本を通しての物語じゃないので、気に入った話があったらそれについて感想を言えばいいと、ね、100のうちの一つ、90話のうちの一つ、ね、それについて言えばいいし、私の感想はこんなものでした。たった54字だけで読者を楽しませる文章が書ける、このこと自体が驚きだったんですね。きっと皆さんもこの本読むと私と同じように感じると思います。今回は高校入試直前で面接の時、ね、最近どんな本を読みましたかというように、間に合うように読める本、54字の100物語と54字の物語回、こちらを紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。